うっす。竹雄は綱引きだろ、なんで一人二種目までなんだよ。竹雄が強すぎるからじゃね。スウェーデンリレーって何？4人でリレーするんだ。一走から順に。バトンはどんなに練習しても落とすときは落とすんだ。お前小学校からずっと。なんでだろう。多分人間が自分の認識を超えたものを見てしまった時の反応。俺にとってもヤマトが一番可愛いぞ。はあ、言えない。はい。おう、綱川くんもどうぞ。よし、どう。あと 0.3 秒、バトンで縮められるね。ごめん、私2種目出てない女子の中から決めるしかないか。ごめんね、私が怪我したせいで。まあ竹雄いるし。うん、いけるよね。竹雄くん今日暇？約束してなかったんだけど会えるかな。会いたいな。うん、メンバーが一人払いたて練習がなくなったんだ。そうなんだ。走ってみたい、なんか走れそう。手足ヤマト可愛いな。足が遅くても好きだ。足本当にさっきまで痛くて。そうか、コードには分かんないよ。歩くの早いし。腹減ったから早歩きしてたかもしれん。でなんでごめんなんだ。だからリレーの他のみんなに迷惑かけて。迷惑？そりゃなりたいけど。練習するなら付き合うぞ。よし、怒ってる。最初俺が追いかけるから前を走ってみろ。分かった。モテないからな。違うから、今のは普通に。言うほどモテなくもないと思うよ。いや、モテないだろ。いいか、このリレーに勝てば逆転。大丈夫だ、練習を思い出せ。位置についてよ。やば、力の脅威の追い上げ。すげー、すごすぎー、すげー。楽しくてまた会いたくなったかもしれなくない？ゴーダ。おお、自分磨きみたいな。学校違うし彼女いるアピールは絶対するよね。お揃いのストーリー。これから公園で会える。俺に何かくれるらしい。へえ。ああ、ヤマト、同じクラス。俺に？あ、リレーですごい助けてもらったから。倒れてるもん、ふわっとしてるな。当たり前じゃん。ヤマトの俺にあげたいものってなんだ？そうかな。でもリンコの彼氏足速いしね。そこに惚れたとかありえるっちゃ。リンコ人のもんだとよく見える女とかいるんだよ。でもうち戦うし負けないし。リンコ、校門前で待ち伏せだ。彼女アピールだ。何言ってんだ、アリだ。こうだ。俺が肩貸そうか。俺でも高いか。おう、竹雄。大丈夫？すぐ戻る。グレーだね。竹雄はどうしようもないよ。ゴーダ。おう、足はもういいのか。痛くないし、じゃなくて、こんな必死に頼まれてるもん、断れねえじゃねえか。好き。うん、ヤマト子、また来てくれたのか。竹雄くんはモテた方がいいかもしれないけど。何言ってんだ、モテなくていい。ヤマトにモテればそれでいい。